さあ7条もみじのが後半やっていきましょう。前半は光カとねウリ2つの子供が生まれたんでこれバレへんかなーってなってたんですけどもミカドはね そら、キリツボに似てるフジツボやねんから、お前に似てる子供が生まれて当たり前やんけ、っていうことで、セーフってなったんですね。後半はね、外伝みたいな、ちょっと面白いエピソードが出てきます。でもね、あくまでも本編編なんで、紫の君とフジツボにサンドイッチされてます。まずね、紫の君、見ていきましょう。フジツボから返事がありました。その返事を見てね、ヒカルはね、ため息をつきながら、ああ、もうフジツボさんに会いたいって思ってるんですよ。でも、会えない。 もう悶々としながらねこの心の慰めに西のののの紫の黄身の元に行きます。でそこにはね美しい紫の君がいるんですけども紫の君は紫の君でずっと待ってんねんから帰ってきたらすぐに来てほしいのにって思ってるんですけど光がね、なななか来なかか来ったんですよ。それをちょっとすねてねわざとですよちょっとすねることでめっちゃ思ってますっていうのを伝えるっていう意味でね恨み事を言うんですよ。 ただこの時代ねもう待ってたのにっていう声をかけるんじゃなくて和歌っていうのを引唄にするんですねもみじのが後半引唄めっちゃ多いんですよ引唄になっているところに10回括弧にしていますで概要欄に引唄の元となった歌っていうのは載せとくんでこれをいちいち解釈してたらめちゃくちゃ時間かかるんで押さえといてほしいポイントだけ言ってねどんどん進めていくことにしますねでね紫の君が入りぬるるって言わはるんですよ。これはね潮が満ちてくるとね こののの階階層層ってていうう。がね、隠れてしまうってその階層なんですかとどんだけ私が思ったとしてもあなたはすぐに見えなくなるよねって、全然会いに来てくれないよねこんなに思ってんのにあなたは会いに来てくれるの少ないよねみたいなね和歌なんですよそれがね頭にインプットされてるんですよだからこの引き歌「入りぬるいその」っていうふうに言わはるんですねそうすると光がおおしっかり和歌も覚えてきてしかもこう適切に引き歌してるやん紫の君できるわーって思ってんのよね で、弾き歌には弾き歌でっていうことで、ヒカルがね、褒めながら、ああ、そんな大人っぽいこと言えるようになって、素敵やなぁって。ただね、見る目に飽くっていうのは嫌やと思ってっていうふうに言わはるんですよ。で、この見る目に飽くっていうのは、アマさんがね、毎日撮っている見る目、すなわち階層ね。その階層じゃないけど、ここ、掛け言葉になるんでした。古文常識でもやりましたよね。あの、我からのところです。で、 この回想じゃないけども、毎日見る目、すなわち会う機会が続くとね、飽き飽きされるのは嫌ですよっていうふうなことを言わはったんですよ。でね、ヒカルがそうのことっていうのを出してね、高い音の弦は切れやすいなっつって、こう調律して、よし、やりましょうか。いつまでたってもプーイってすんのもね、さすがに紫の君も変やなーっていうことで、はいって言って、そうのことを教わります。 まだちっちゃいんですよちちっちゃいんですけどもヒカルが弾いたらそれと同じように弾くことが可能なんですね。ほなヒカルが「じゃあ僕ホソログセリ面白い曲の名前何これ?」っていうナンバー弾くからそれに合わせてっていう風にして笛をふーって吹いたらそれに層のことを合わせてセッション完成する。 っていうね、光がね「この子才能あるわ」っていうなので2人でその音楽の時間を楽しむんですねでその後、絵を見ながら楽しんでるとヒカルは今日ね出かける予定があったんですよ他の女のところにだからお月のものがもう時間っていうことでちょっと咳払いしながら「<laughs> 光さん時間です」「ヒカルが寂しいの?」 っってていうううに言うとコく,くんですよでヒカルがねこういうこと言わはるんです。僕もなあなたを見ないでいるのは本当につらいんやと。けどもまだなあなたは幼いから恋とか恨みとか面倒なことは思わんでいいと思ってなって。 他のな大人の女の人とかはめちゃくちゃ恨み事言うねん。その人たちの機嫌を損なうとめんどくさいやんか。だからそっちの方を優先してな、いろいろ歩いてしまうねん。もしな、紫の君が成長して大人になったら、僕は絶対行かへんと。あなたのもとにずっといますよと。今な、いる他の大人の人たちの恨みを買ったら、僕も長生きできひんやんと。長生きできひんかったらな、ずっと一緒にな、ゆっくりできひんやろあなたと。だから行くんやで いうふうなこと言わはるんですよ。はですけどね。けども、まあ、紫の君もそんなん言ってもらえたら嬉しいっていうことで、ヒカルの膝にこうよりかから貼るんですね。そしたら、ちょっとそのまま寝てしまうんですよ。で、それを見て光は、ヒカルはえ、めっちゃ可愛いなってなって、よし、今宵は出かけぬお月のものがはって言わはるんですね。 紫の君がちょっとパッと起きたらいるんですよ、光があれっていう風になったら、出かけないことにしたよっていう風に言うと、紫の君が嬉しいっていう顔しはるんですね。そういうふうに過ごしてはるわけですよ。こういうふうにね、紫の君がかわいすぎて、出かけないことも多いんですよ。二条院でね、ずっと紫の君と遊ぶっていうことになってきます。そうするとね、正妻である葵の上からしたら、全然光が自分のところに来ないってなってきますよね。それが、左大臣の耳にも入って、左大臣も心配してると。 で、葵の上のお月の者たちが、二条院にかくまってる女ってどんな女なんでしょうねって、あかん女やで、みたいな噂をしてるんですよ。で、その噂が、帝の耳にも入ります。で、光を読んでね、光よ、左大臣が嘆いてるそうやで、あなたが大層小さい時から、ずっと手厚くな、面倒見てくれてんねん、それはお前も知ってるやろ。だからな、その左大臣の心をね、ないがしろにするべきじゃないのはわかるよな。物の通りが分からんっていう年でもないやろうな。 っていうふうふなこと言わはるんですけども光はね恐縮するばかりで何も答えないんですよ。でそれを見て美香とはどう思うかって言ったら「あの蒼大寺の娘の葵の上やったっけあの葵の上のことが気に入らんやな」っていうふうなので「光は光でそんなんわかってるような」「よし下がっていいぞ」っていうふうなことになるんですよ。 での,ものにこうやってつぶやかあの光って色好みに夢中になってるってうも聞かへんのにそんな恨みを買うようなことどこでしてんやろうな知ってる自分っていや知りませんいやおなあってあいつ真面目やもんなって言ったりするんですねそうでしたよね「源氏物語」では紫式部がある女房の立場から光のことをこう暴露する形で書いてるんですけども 世間的にはヒカルは真面目キャラっていうことになってるんですねだからこのお父さんであるキリツボ帝も真面目なのに一体どこでやってんやろなーみたいなこと言われるんですねお父さんキリツボ帝ねこのミカド自身は高齢ですけども色好みです だから自分の妻はもちろんのこと宮遣いの女性たちももう見た目が良く才能に長け気が利いたものが揃っていますルはねその元で育ってますからそういう意味じゃ恋のやりとりの英才教育を受けてるんですねもう小さい頃からそういう会話に慣れてるこの女の人たちもそういう会話をしてくるからウィットに富んだ起転の利いた返しが来ますしまたね成長してどんどんかっこよくなっていくルを帝の女房たちが口説こうとするんですけどもルはね慣れているせいか 乱れた行いいをしないんですよだから周りの女房たちはヒカルさんって切りツボ帝の息子なのにめちゃくちゃ真面目全然違う本気で信じてる女房たちも多いその中でね帝に使える女房まああの宮中に使えるんで宮中で働く女房たちは内しって呼ばれたりするんですけどもこの源之内視の助っていう人がいるんですよこの人どういう人かっていうと57歳ぐらいの老女なんですね家柄っていうのはやしくなくね才能があってねあてやかなんですよ ただね、浮気っぽくて経験豊富っていうことになってます。ヒカルはね、そのことを聞いて、えぇ、ー、あの年になってもめちゃくちゃ恋愛してるってすごい人やなー、つって興味持たはるんですよ。 で、でに色めいた言言葉を言わはるんですね。普通やったらいや年齢も離れてるしヒカルは二十歳ぐらいですよね芸能内志之助スケっていうのは六十ぐらいなんでその年の差約四十歳あるんですよだからこそこんな色めいた言葉を言ったとしてもいやいや不釣り合いですんでで終わったらよかったのに「え私なんかでいいんですか大好きです」みたいな恋愛しましょうーみたいな感じで来るんでヒカルはね「えっ?」て思いながら面白さからね「えどうなんやろ?」っていうことで「 一夜を共ににすするることになるんですねただねみんなの笑いものにされたら嫌やしルはねそれ以降知らん顔しはるんですよ。玄のないしのすきはほんまに悩むんですね。なぜ私を捨てるのみたいな感じで悲劇のヒロインになってるわけなんです。日は変わりまして帝が髪の毛を整えてたんですよ。それをやってたんが玄のないしのすきやったんですね。 ゲンの内志の助の挑発っていうのが終わってじゃあ僕着替えてくるわっていうことでミカドはお着替えに行くんですよそうするとねそこの空間っていうのはヒカルと内志の助2人になったんですよまあちょっと気まずいですよねひかるはねそんな若作りせんでええのに年やのに頑張ってはんなみたいな感じなんですねただずーっと沈黙っていうのもあれやし 一夜も共にしてるんで誰もいいひんから女性の衣装である毛のね裾をパッて引っ張って気をこう引っ張るんですねそうすると内志之助は扇で顔を隠しつつ流し目でこっちをチラッて見張るんですよ光の感想はね可愛い,いじゃなくていやめちゃくちゃ年老け取るっていう風になるんですけどもその扇をねバッて取らはって自分の扇と変えはるんですよ で、その扇はね、濃昏な赤の字にね、森を金泥でこう書かれてたんですね。え、この扇何みたいな感じです。で、そこにね、ちょろちょろって和歌が入ってるんですね。大荒木の森の下草追いぬれば、駒もすさめず、狩る人もなしって書いてあるんですよ。 で、ヒカルは、え、わざわざこれ選ぶっていう風に思ってるんですね。大荒木の森ってなってくると、まあ、神様がいそうな森やと思っていてください。そこにいる下草って。これちょうどね、比喩的にですけども、神がいるところ、宮中で使えている下草、下の身分、まあ、女房として使えている私、みたいな感じね。それが、 追い塗れば置いたので、草が成長したので、私は置いているので、みたいな感じね。で、駒も進めず、狩る人もなし。駒っていうのは馬のことね。だから馬も進んで来いへんし、その草を借りに来る人もいないと。まあどういう輪かなんてなってくると、これが自分やと思っていて、自分は年取っていますから、だから誰も相手にしてくれません、みたいな輪かが書いてあるのよね。この人の上トークというかね、技なんでしょうね。いわば、 才能もあるし年齢にふさわしくないぐらい若作りして綺麗やと男にもモテてるっていうことなんですねその人が誰にも相手されませんわーってこうちょっと自己霊敏的なね感じを出すことによって男としては俺がいるやんみたいな感じで来るのをえありがとうみたいな感じでやっていく作戦みたいなんで来てんやろうねだからヒカルは森こそ夏のでしょって言って返さはりますこれ自体はね ホトトキスが泣いてるのを聞けばあの大荒木の森こそ夏の宿りになってるんやろうなっていうふうなことですから、まあ、そこの大荒木に集まるホトトキスが男やと思ってくださいその男が宿りにするっていうことですからいやあなためちゃくちゃ男にモテてるでしょいや一人ぼっちちゃいますやんたくさんのホトトキスの宿りになるぐらいみんなめちゃめちゃ来てますやんっていうのを返してはるんですよやり手なん知ってますよっていうふうなことで。 ここねやっぱり蔵刀家の基本って言ってこの森とか下草とか駒とかほととぎすとか木とか宿りっていうね森関係できはったもんやから光もね森関係で返していくっていうここにねうまさがあります光としてはねこんな年齢差のある女性と恋のやりとりをしていることを見られたくないなーって思ってそわ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 してるんですよいやもう早やめようこういう感じってなってるんですよ芸能内のす助からしたらもうここがチャンスや思てますからさらに和歌を送ります君し小馬。 離れの駒に刈りかわん、皮盛りすぎたる下離れともって読まはるんですけども、あなたがもし来てくれるならば、その馬に草を食べさせましょう。と、もう年老いた盛りを過ぎた葉っぱやったとしても、っていうふうなこと言わはるんですけども、まあ、要は誘ってるんですね。ヒカルさんが来てくれたら、おもてなししますよっていうふうなこと言ってはるんですよ。森関係キーワードを使ってつなげてはるっていうことです。うまいですよね。ヒカルとしてはこう思わはるんですよ。めちゃくちゃ誘ってるやん。どうしよう。みたいな。いや、辛いなーっていうことで、ヒカルが返し。 下がこれ「笹を開けば人や咎めむいつとなく駒懐くめる森の子隠れ」っていうふうに言張はって草を開けて入ったらね違う人が咎めるんじゃないですかたくさんの馬が懐いている森の木陰ですもんねっていうことを言わはるんですよ「いやだから僕なんか相手にされませんよたくさんの男がいるでしょもうその人たちから咎められんのもあれやし」っていうふうなことでもう厄介はごめんやっていうふうなことで立ち去ろうとしはるそしたらね源の内すけがこういうはるです これほどの物思いに苦しんだことはございません。こんな年になって、今更ながら体操身の恥にございます。うふうふうふって中張るんですよ。そしたらヒカルがうわ、泣いてる。やりすぎやりすぎ。ちょっと待って、同世代とか10個上10個してったらわかる。冷静に考えて40上やからって。ヒカルがね、いやそのな会がいます。今はそうしたくてもできないんでっていう風にして行こうとしはるんですよ。 そうすると芸のない内のすけは泣くだけじゃない。去ろうとするヒカルに必死にすがれついてねこういうふうに割るんですよ。はしばしらというおつもりですか え、何橋柱ってっっててなるよね。橋っていうのがこうやってかかっててそこにある「柱」やと思ってこれ「橋の柱」「柱柱」やと思っといてくれればこれがねこうやって「思い」がかかってるけどもずっとそれを支え続けてるだけっていうことでそのまま支え続けるだけで終わるっていうことになってくるんで「思い」はかかってるけどもそのまま支えて終わって腐っていく箸柱,柱のような中なんですかみたいなのを 引き歌うにしてよはったわけですね光はねおばあちゃんちゃんもやりすぎやってって思って出て行かはるんですよそれをね着替え終わってた帝はね障子から覗いててね20と60って40離れてるやんって,りやい,やなーって思いなってて思ががら面白がって見てたんですよで出てきはって全然女性に目を向けへんって言ってたヒカルやけどもあなたのことは見過ごせへんかったんやなさすがテクニシャンやな綺麗やし才能あるけどなみたいな感じでそしたら芸のないしのすけは」 照れてると。でね紫式部としてはね「ぬれぎぬは糸いがたくって言って好きな人に関するぬれぎぬまあ実際と違うことはね辛い一方でまたね好きな人やから嫌じゃないよねみたいなことで締めくくってはるんですよで噂がね広まることになります。あの芸の芸能いしのすけさん、んと恋仲らしいよ。寝たんですって若い女房からしたら「えー!」って。 あんな真面目な光がよりによって源い内の之助さんとマジでまあ才能はあるけどめちゃくちゃ年離れてるやんそういうのタイプなんみたいな感じでどん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 広まっていくんですよその噂を見過ごせへんかった人がね遠野中将なんですよ常に光をライバル視し,しています遠野中将こう思わはるんですよえそれいけんのって40離れてる人いけんにゃん光にいけへんくて 僕に行けへんはずがない。ただもうそれは思いつかへんかったな。40上か。よし。っていうことで、東野中将も玄野内志之助を口説きにかかってね。で、深い仲になります。もちろん東野中将はね、極秘やでってなりますよね。玄野内志之助はもういきなりモテキキてるんですよ。いわば絶世の美男って言われてる光と、そして貴族でトップって言われてる東野中将2人からのアプローチを受け、そして2人と寝てますからね。 これすごいなっていうことになってますで源能内志乃介はそれでもね遠野中将さんもいいけれどもでも私はヒカルに会いたいってヒカルを見つけてはね「ヒカルさん」って言って言い寄っていかはるんですよけどもヒカルは年寄りやから無限に扱うのもな気の毒やなって思うけどもその気にはもう全くなれへん あこんにちはっていうぐらいの感じでさってどっか行かはるっていうことですねでもある日ね運命伝を光が歩いていたら美話をね上手に弾く芸能内志の助を見つけてしまうんですよただねこの芸能内志の助は漫画とかでね面白おかしく四十離れてるおばあちゃんみたいなね書き方されるんですけどもそもそも帝に仕えてる女房ですから顔も良くてセンスも良くてそしてね才能もあるんですよ美話とその歌っていうのがめちゃくちゃうまいんですよ 天皇が行うイベントでも男性に混じりながらね引くほどの腕前で芸能内俊介も光が効いてるなーっていうのに気づいて。 サイバラを歌うんですよその思ってる男じゃなくて「売り作りになりやしなましい」ってこの「なりやしなましい」っていうの古典でよく出てきますよ「なってしまおうかしら」みたいな感じで「ためらいの石」っていうことで「なってしまおうかしら」みたいな感じなんやけど思ってる人がなかなか振り向いてくれへんからもう売り作りになってしまおうかしらみたいなこと言ってはって要は光への当てつけなんですよ。光がが歌詞の内容もあてつけながら ビアの技術も一流やしってちょっと面白いなって思ったんですね自分も才能あるからそういう高い技術で来られると興味を持ってしまうみたいなで光もねあずまやっていうのを歌いながら戸の堂を開かせみたいな感じでね行かはるんですよ ここはまあ軒先で「雨に濡れてます」と「どうか戸を開けてくれませんか?」みたいなところの歌詞を歌っていかはるんですね。内視野助がねそれに応じながら音楽も奏でつつ「閉ざしもあらばこそー」みたいな感じで何も閉ざしてないんで「どうぞ入ってください」みたいな感じで受け答えするんですね。それを聞いて光は「やっぱ違うな」と「めちゃくちゃ才能あるな」と。 平安時代ね、弾き歌ができるっていうのはね元の歌を覚えてなあかんから共有の一つなんやけども適切なものを瞬時に返せるまた状況に合ったものを瞬時に返せるっていうのはね遠い側面って言われてこれもね才能の一つとされたんですよ。ラップバトルとかで相手の言葉を受けてそれを踏まえながら瞬時に返せるって聞いてる人からしたらうまいなーってなりますよね。そこがししっっかりててるってことね。 私のために泣いてくれる人なんているんでしょうか?」って言ってね、源の内俊介がまたね、恨み事を言うんですよ。で、光はね、いやー、ほに男の人いっぱいいる人はほんま嫌やわーって、もう全然なれへんわーって。っていうかもう、年齢差離れすぎとおばあちゃんとのこの恋のやりとり、ちょっとなれへんなーっていうことでなれないわーって言おうかなーって思ったんやけども、ここがね、光がよくあることなんですけど、あの末妻花でもありました。なんかそのままそっけないのもなーって。 そうなんですよね光って一夜を共にした女性に対してめちゃくちゃ冷たくすることってないんですよなんか知らんけどいやそんなんやんのも相手かわいそうやなっていうことで恩情かけるんですねやっぱ僕ちょっとあかんわこういうのっていうふうに言わんと冗談を言ってね嫌な気持ちにさせんとこれも珍しい経験やなって言ってね無限にねそこを切らないっていうことをするんですねでそんな時にね遠野中将が内志之助のやり取りを発見するんですよよよっしゃーってなるんですね 要は遠野中将は左大人家に光が来おへんなーって思ってますからたくさんね忍び通う女がいるんやろとただそれが暴露されてへんから光はめちゃくちゃ真面目そして遠野中将は浮気者色好みみたいな噂が立ってるけどいや絶対光もしとるとよしそこをバッチリ発見してもう来りましたかって言ってやるチャンスやーってなったんですねでその二人のやり取りを見て光もね無限に断って帰らへんかったもんねでそこでね 寝たかなっていうタイミングで忍び込んでいったんですよ塔の中将がで光はねさすがにね老女のもとでは打ち解けられへんから寝てないんですよえもうこれかえっていい感じなんかなあかんよな うんやっちまったなみたいな感じで起きてたんですよそうすると誰かが入ってくる音がするからうんって気づかはるんですよおばあちゃんに未練があるおじいちゃんが来たんかなっていうことで内志の助に未練があるすりの神が来たんかとこれは見られたくないなとみっともないからねっていうことで内志の神に帰りますよと雲の振る舞いなら言うてくださいよって言って屏風の後ろに隠れはるんですよ雲の振る舞いって何って思ったよねなんか民間伝承で今夜は恋人が来るよっていう時には雲の動きが違うね だからその雲の動きを見たら今日は私の恋人が来る日だわっていう風に分かったとだからあなたの恋人が来るって分かってんにやったらもう先に言うといてくれたら僕こんなところに残ってへんかったのにっていう感じなんですよねでも来てんのは実際にはの中将なんですよ、まあ、うわめっちゃ面白いって思いながらわざとね「俺の内視の好きに手ぇ出してんのはどこの男や」みたいな感じで足をドンドンドンって踏み鳴らしてくるんですよ内視の好きは内視の好きでさすが経験豊富はあってパニックになるんじゃなくて 光を逃がしながら入ってきた。この男の人を抑えてどうにか鉢合わせないようにしてはるんですね。で、光も慌てて逃げたらいいんやけども。冠も傾いてるし、服っていうのもしっかりと切れへんまま逃げる姿っていうのも滑稽やなって。そこはやっぱ貴族なんですよ。 ここは優雅にいいかなっていうことでそんなに慌ててない内心心は早くどっか行きたいと思ってるけどもゆっくりこう着替えてはるんだそうするとね次東の中女がッチを抜き出してどんどん迫ってくる雰囲気を見せるんですよ内心の助はそれを見てね慌てておさめくださいおさめくださいってなってると東の中女は20ぐらいの男に挟まれてね60の女の人が慌てふためいてる姿を見て吹き出しそうになってるんですよやばおもろーみたいなこの状況面白ろみたいになってるんですねで「うん?」ってなかなか姿 なはさへんなーっていうのと明らかに匂いから高貴な人ってわかんのにこんだけパフォーマンスする人ってってなったら遠の中将ってピーンって光は気づいたんですよでその太刀を持ってる腕をねギッてつねるんですねそしたらいたたたたたってなって遠の中将が大笑いしてちょ待ってこれめっちゃ面白かったーってなるんですねで光がねいやいや本気かいなーってこんなん終わるのりも気軽にできひんやんかーってよし じゃあ服着替えよっていう風に言わはるんですけどもトノチュジは着させないんですよ。そうするとヒカルはねじゃああんたも一緒に付き合いいなって言って遠の中将の帯をねほどいて脱がそうとするんですよでいやいや帯をほどかせへんよって一緒とかやめてっていう風にしてこうもみ合う形になるんですねじゃれ合いながらですよでそうしてる間に脳死、今は服やと思っといてそれが破れちゃうんですよ で、東の中女がね、包むめる、なやもりいでむ、引きかわし、かくほころぶる、なかのころもにって言うんですけど、古典とかでなーって出てきたら、噂っていうことなんですけども、隠している噂っていうのも、これで出ちゃうねーって、引きあってこんなに破れてしまったころもからねっていうふうなこと言わはるんですよ。引き歌でね、知るからむやなーって東の中女が言わはるんですけども、これっていうのは、下心でね、めちゃくちゃ思ってたら、表に現れて、人の知ることになってしまうなーって。 ついいにバレちゃったたよなぁみたいなみこと言わはるんですよで光がね遠い側面にこれね脳死が破れて頭野中女が衣で若つからはって引き歌を衣でしてきはったからだから返しとしてはね隠れなきものと知る知る夏衣来たる薄き心とぞ見るって言わはるんですけども何にも隠れない薄い夏衣っていうのを着てここに着てるっていうのはあなたは薄い心ですねっていうことやから。 芸の内助と深い中にあるっていうこの言ですば要はね塔の中将が「とうとう隠してたことがばれたな光る」っていうのに対して「あなたの方が僕が付き合ったからこそ近づいたっていう薄い心っていうひどい男ですよ」みたいな感じで返したわけねそうすると「ちょっとおあいこやな」って言って「帰ろうか」って言って2人で引き上げることにしはったんですよ残されたのは芸能内志乃な何やったん?」みたいな感じでポカーンとしてはる。 で、ヒカルがね、家に帰りながらね、わあ塔の中床に見つかってしもたかって思ってるんですね。で、内イのノは残っていたものを集めてね、ヒカルに送ったんですよ。で、和歌が添えられてて、こういう風に書いてある。裏見ても誘拐ぞなき立ち重ね。 引き手帰るし波の名残に」って書いてあんねんけどで引き歌でねそこもあらわにっって言って言はるんですよ要は光様と殿中様が重ねて現れてどっちも波のように引いて帰っちゃったんで恨み事を誘拐ないですわーっていうふうに言わはってで泣きすぎて泣きすぎて涙川となってもうその「そこもあらわになってますわ」みたいなことを言わはんねん。かるからしたら何してくれてんねんって思ってるししかもまだ私悲しいですみたいな言うてるけどちゃうねんって。 もういいいねねねんんこの関係はっっっててて全然俺興味な思よただやっぱりね光の優しさでそれを言ってあげんのもなってあんだけ慌てふためいてたもんなってかわいそうやなっていうふうなことやからこういうふうに返さはるんですよ荒立ちし波に心は騒がねえど寄せけむいそういかが恨みぬっていうことでやっぱりね恨み恨みとかね波波とかね波ときたら引くとかねいそうとかよねこういうふうに関係キーワード今回は海系よねこれでやりとりしてやる。 光の言ったやつは荒立ちし波荒波のような中将の振る舞いっていうのに心は騒がへんかったけどもその中将を引き寄せた磯波を引き寄せた磯まあいわば源のない内の之助のことね恨みに思わないことはない恨んでしまうよーっていうふうなこと言わはったんですねで返してきた帯を見てみると塔の中将の帯なんですよ。 でねこの脳死も袖のところがちぎれてるからねそれを見ながら「あーもうこんなんしてる場合ちゃうやん」ってちゃんと身を収めなあかんでって「何してんねん俺」っていうふうに思ってはるんですねそうすると遠の中将が破れた脳死のね袖っていうのを持ってはったんでそれを返してきはって「これをしっかりと縫い合わせとかんとあかんのちゃいますか?」って書いてあって「あやられたなってどっから手に入れよったんやって思ったんですけどもこっちはね遠の中将の帯を持ってるんで。 これがなかったら一本取られっぱなしやったってことで帯を返さはるんですよ。帯が切れたらあの女性とも切れることになるでしょう。うだから一切触ってませんよみたいな感じで返さはるんですね。速攻歌が返ってきてね。あなたに脱がされた帯やしな。私たちの中もあなたに壊されたって文句言おうかなみたいなこと言わはるんですね。二人ともね三大宮中に行くことになります。真面目なバーなんでプライベートの話は基本的にはしないんですけどもやっぱりね目が合うとニヤニヤしてしまうと。 で、誰もいい日のところ休憩時間みたいなところで遠の中将が「いやもうそれこそいたずらこりたやろルっていうようなこと言わはるんですねそしたらヒカルが「まあ確かに今回はびっくりしましたけども立ったまま女性のところから帰った人に比べたらマシですよ」っていうふうに言わはるんですよ要はねヒカルと芸能ナイシナツキはイチャイチャしてるけども遠の中将はただただそれを見た人みたいになってますもんねでヒカルが「にしてもいろんな噂は立てられても構いませんけどいや男女の中って辛いですよね」っていうことで 牛や世の中ってほんまね「よしや世の中」っていうのをね文字って「牛や世の中」って世の中って男女の中ね。 っていう風なことを言って党の中将もまあほんまやなそれもそうやなっていう風なことでまあ何にしてもいさと答えよさあって答えてくれと我が名漏らすな知らんふりしてお互い漏らさんとこうなっていう風にして互いに口止めしてねこの件は終わるよっていうことになります党の中将はね光にね対抗意識っていうのを燃やすんですけどこれ燃やさざるを得ないんですよねっていうのは ヒカルはね、ミカドの子っていうことでチヤホヤされてるんですよ。周りの人たちもヒカルにね、きつく言えないと。唯一、何にも気にせんと言えるのは塔の中将なんですよ。で、塔の中将は塔の中将で 貴族のトップである佐大寺の息子やし、お母さんは起立母帝の妹、いわば皇族の地を引き継いでるんですね。だからヒカルとそんな大して変わらへんやと、貴族トップの地と皇族の地っていうのが混ざってんのが俺やってなってるんですね。で、ヒカルもヒカルで起立母帝の地っていうのを受けて親戚降下して貴族になってるんで、対抗意識をね、互いに燃やしてるんだっていうことになります。 もちろんね、同じ時代に光がいい日に勝ったら確実にこの塔の中将がトップになってるやろうっていうかっこよさと人柄は持ってるんですけども光がいたがためにね塔の中将っていうのはかすんでしまうそれぐらいねルはね輝いてるっていう設定になってますこれがもね良きライバルとして出てくるんでこの2人の関係着目しておいてくださいそして最後はね「富士坪と若宮について」「月、7月になりました。立候の儀」っていうのがあって帝の制裁を選んだよっていう儀式があるんですね じゃあ誰なんってなってくるんですけどもそれはね第一王妃で東宮の母親をずっとやってる小記念の女王がふさわしいかなとは思うんですけども桐リツボ帝、フジのことが大好きですし桐リツボ帝と藤ジツの間にね若宮が生まれましたよね本間はヒカルとの子ですけども建前上ね桐リツボ帝と藤ジツの間に若宮も生まれてその若宮を次の東宮にしたいと思ってるんで藤ジツを制裁にしてそしてヒカルを最小三義の位にしました ほなこ聞いてめちゃくちゃ怒るんちゃうんかいなっていう風にしてもちろんね心穏やかではないんですけども桐ってはこうやって説得するんですよ。今の東宮に僕はねもう行為を継承するつもりなんやとそうすれば天皇の母親いわば皇太后の位となるから安心しておきなさいって言わはったんですよ。周りはね藤壺が制裁になることをねものすごく喜んだんですけどもめっちゃ悲しんでる人がいるんですよ。それはね光なんです。がますまますす手の及ばないところに行っっって言っててしう言 悲しんではるんででるすねそして若宮これもみじのが前半で扱いました世間的には藤壺と桐壺坊亭の子ですねほんまは光ると藤壺の子ですよその若宮はね見分けがつかないほど光るとそっくりになっていきますまるで月と太陽がね一つの空に輝いてるようだって世の人々はね思ったっていうことなんですよ以上でもみじのがが後半が終わります果たしてこの子のね父親がバレる時が来るのかどうなのか またここでね、好意を継承してくるとどんどん右大臣家がね力を持つことになってきます。光の運命やいかに。ということで次のジョーも楽しみにしておいてください。以上です。